きチャンネル。こんちは。こんにちは。さあ今日からまた始まります、はい、大型企画です。はい、大変でしたね、資料ね。いや大変でしたね、みんなで手分けしてね、はい、頑張ってねやりましたけど、はい、今回からの企画はですね、サムネにもあるように、はい、プロ野球ね、高卒、大卒、社会人出身、どっから入るのがいいのか問題です。おお、で言えばどっから入るのが一番、まあ、タイトルだったりとか、うん、その結果を残せてるかそうですね。だから今回はね、うん、そのまあ一つの指針として、はい、まあ、簡単に分かるタイトルホルダーが高卒大卒社会人出身でどこが多いのか、はい、どこ出身が取りやすいのかっていうところを調べます、うん、はい、どうなんですか、どこが多いとか偏ってるもんなんですかね。それをね、はい、みんなで調べたんですよねそうなんです、ほんと時間かけて、はい、やっぱりね、はい、うん、大沢たかおさんが言ってました、はい、見たんです最近。大沢たかおさん、はい、陣の陣の、はい、大沢たかおさんが、はい、手抜いて物事を作ると、うん、はい、みんなドラマも含めて見なくなるらしいんですよ。へえ。で手を込んで真剣に向き合って、はい、限界を超えてやると、うん、視聴者は見てくれるらしいんですよ。へえ。だからね、 YouTube も手抜いちゃダメです。そうですね、簡単にやると、はい、みんな一気にね、うん、やっぱ引いていくんですよ、はい、だから今回みたいに、はい、かなり時間かけてスタッフのみんなもね、はい、調べてでやったら、うん、まあ、見てくれると思うんですよ。そうですね、スタッフものすごいちょっともう資料これねびっくりするぐらいの、びっくりするぐらいね、で細かくね喋りやすいようにね、はい、またもう一回まとめて ね、だって今日集合してから今これ1本目ですけど、うん、もうすぐ2時間経ちますから。本当っすねすごいですね一本も取ってないですよ、まだ、ね、はい、でも頑張りましょう、はい、ね、うん、ということで今回はね、まずピッチャー編です、はい、ピッチャー編で、うん、セパでタイトルだけを見た中で、はい、高卒、社会人卒、うん、大卒、はい、どこが一番いいのかっていうね、はい、よく議論になるじゃないですか、高卒がいいのか大卒がいいのかどうなんですか、うん、ってだってあえて高校でスカウトからこうお声があっても、うんうん、いや大学に行きますっていう人もいるわけじゃないですか。いるいるいる。そんで ね、かからなかったプロ入れなかった人もいるしね、いるし、だもう俺はいつも言ってんの、はい、入れるうちに入った方がいいですよはいでもね、それでも大学でこうね成長していきたいって人もいるかもしれない。そうそう、でも育成なんて高校で育成出身はなかなか難しいんで、うん、はい、俺は大学行った方がいいですよって言うんですよ。おお、育成契約だったらね、まあ千賀とかね、甲斐とか育成からでもね素晴らしくなってる選手はいますけども、はい、まあ基本的に俺は育成だったら俺は大学行った方がいいですよっていう。うーん、で大学でかからないんだったら育成で入ってもプロになれないんで、はい、ああなるほど。あと家庭の事情があるんだったら育成でももう入った方がいいですよっていう。うーん、そうですね、はい、本当に活躍する可能性はね無限にありますからね。そうそうそう、でも 大学も行けるとこあるんだったら俺は無理して育成で行かなくても大学行けるんだったら行った方がいいですよっていう。甲斐とかはね、はい、あの聞いた時にもう育成で入んなかったらもう野球やめてるレベルって言ってましたね、はあ、だからそういうパターンだと入った方がいいよね、はい、だからその待遇にもよるけど、でも今日は、はい、どこがいいのかピッチャー編っていう、ね、はい、だから今回タイトルねいろいろあるんですけど、はい、全部調べたら2時間ぐらいのテレビ番組になっちゃうんで、さすがにそれは苦しいっていうことで、はい、最優秀防御率、うん、最多勝、うん、そして最多セーブ、はい、この3つに、うん、あの分けて、うん、どのカテゴリーでどういう選手どこ出身が多いのかっていうのを調べて、はい、ほんで調べたのは2000年以降だから2000年から2020年まで、これもう昔にたどりすぎるとね、はい、調べるのめんどくさいんで、ね、はい、あの2000年以降でね、はい、調べましたけど、まあ、防御率セリーグから、はい、石井和久さん、うん、高卒、はい、で野口さん中日ね、で桑田さん、井川、上原さん、三浦番長、黒田さん、高橋久典さん、石川雅臣でチェン、前健、吉見、前健、うん、菅野、ジョンソン、菅野大野の菅野時代、そうですね来ましたね。でパ・リーグが恵比寿さん、はい、ミンチ、金田さんで斉藤和美、松坂、はい、で松坂、杉内、斉藤和美、成瀬、岩隈、ダルビッシュ、田中マー君、吉川、田中マー君、金子、大谷、石川歩夢、菊池、岸、山本、千賀です。おーが防御率のタイトルホルダーなんですけど、はい、まあ、ここで見ていくと、うん、結構そのセリーグは前堅ぐらいまでは結構毎年変わるっすね。結構そうですね、うん、最後の菅野投手がこうポン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 って来るまでは毎年ほとんど変わってますね。そうな、で石井和さんが高卒、はい、9年目ですからね。高卒9年目で野口さん8年、まあ、それ以上ねその前まで取ってるかもわかんないですけど、はい、桑田さん16年目で、うん、防御率2002年、はい、タイトルホルダー、井川5年目で、うん、石井和久さん、野口さん、桑田さん、井川までは高卒、はい、でここで上原さんが
6年目大卒で初めて取って、はい、で番長14年目ですからね。おお、最優秀防御率本当ですね、うん、だから、うん、32歳ぐらいか高卒だから、はい、うん、で黒田さんが大卒でそれでも10年目、高橋久典さん社会人卒、セ・リーグは吉見と高橋久典さんだけですね、社会人卒で出身でタイトル取ってるのは。でヤクルトの石川が7年目で大卒で取って、はい、で前健が4年目で高卒、うん、吉見がね社会人で前健前健でもこっから菅野大卒、はい、うん、もう菅野ジョンソン菅野で大野大卒で2年目と。そう思うとあんまり偏ってないですね。そうですね、うん、だから、セ・リーグでいうと、はい、高卒8人、はい、大卒9人、社会人2人なんですよ。あ、まあ、社会人の方が圧倒的に少ないですけど高卒大卒は偏ってないですね。偏ってないんですよね、うん、でも大卒は菅野と大野だけなの、まあ、あと上原さんとか。そうそう、だから菅野1、2、3、4、菅野と大野で6人だからね。6年分取って、ね、6年分。そこはちょっと大卒が多くなった要因ではありますね。要因ではある、うん、だから人で言うと、まあ、前剣時代があるからね。で前剣は前剣3年取ってますね、うん、でメジャー行くからね、前剣いなくなる。あ、そうか、前剣って何年からメジャー行ってるんでしたっけ。調べてなかった16年から、うん、16年、だから15年まではいる。だからジョンソンまで、はい、うんうん、まあ、いるけども、まあ、でも16年からもう菅野投手に一緒ですからね。そう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 、言えばそんなに偏ってない、うん、でもパ・リーグはもう防御率は16人が高卒、はい、で大卒1人だけ、だから岸だけ。しかも岸も2018年に12年目で防御率取って、ね、社会人4人、うん、石川歩夢と金子千尋、はい、で金田さん、うん、で杉内、そう考えると大卒で1人岸のみ、防御率はね。でも確かにパ・リーグっていつもドラフトでも高卒のピッチャー行くこと多いイメージありますね。怪物がねパ・リーグに来るんだよ。だからここでもね、で松坂、うん、で松坂は2007年からもうメジャーなんで、はい、うん、でそれ以降に出てきたのがもう岩隈、ダルビッシュ。そうですね、でダルビッシュは12年からメジャー、うん、でマー君、でマー君13だからもう、あのみんなタイトル取っていなくなる、うん、でもまた出てくるんだよ菊池雄星とか。確かに、だからやっと最近、うん、14年以降、うん、だからマー君がメジャーに行ってから、はい、以降ぐらいから毎年人が変わってる。そうですね、うん、そっからだって大谷投手も、まあ、菊池雄星投手とかも、まあ、メジャーに、ね、そうそうそう、だって金子千尋も10年目で最優秀防御率だから、ね、社会人卒で10年目ですね、うんうん、へ、いや石川歩夢でしょうね、菊池、ね、うん、岸、山本、千賀と来てる、はい、まあ、確かに甲子園の怪物とかそういう方々がね、うん、高校の怪物が入ってることが多いですもんね。だこう考えるとやっぱりパ・リーグは高校の本当怪物が入ってきてる、うん、私こうパワーピッチャー多いイメージですね、うん、あ、おー、そうだね、うん、どっちかっていうとこのセ・リーグは技巧派の人の方が防御率取ってる感じするね。そうですね、うん、まあ、ちょっと菅野投手が多いですけど、うん、そういう感じ。マイケンとかもそうだし、石川、はい、高橋久典さん、黒田さん、うん、番長とか、ね、上原さん、桑田さんとかもそうだし、うんうん、逆になんかでも、まあ、パ・リーグはもう一緒の人ばっか多い ね、 そうですね、松坂、斉藤、和美、ダルビッシュ、まあ、はい、そう思うと、まあ、偏りっていうのか、人に偏るね。人に偏りますね、パ・リーグはね、はい、でしかもあの、うん、とんでもないの取ってて、そいつがとんでもなくなるから、はい、そのままね、はい、だからそう一時代気づくよね。そうですね、でメジャー行ったことによって新しい人が出てくるみたいな、はい、だから要は松坂いて、うん、松坂、斉藤和美世代があって、はい、で松坂がメジャーに行って、うん、斉藤和美の故障なんかで、うん、今度岩隈、ダルビッシュが出てくるんだよね、はい、でダルビッシュがメジャーに行くことによってマー君出てきて、うん、でマー君がメジャー行くことによって大谷出てきて、はい、大谷メジャー行くことによって今度山本千賀が出てくるって、うん、そうですね、うん、でだからメジャー行っても出てくるね。そうですね、パ・リーグは、うん、でも防御率で言うと高卒だね、パ・リーグは。パ・リーグは高卒ですね、うん、なかなか大卒一人だからね。いや、そうですね、これにびっくりだね、本当ですね、うん、そんなにないんですね。セ・リーグで言うと5部だけど、はい、でも基本社会人出身は苦しいね、少ない、うん、完全に少ないですね、完全少ない、うん、この防御率は。はい、じゃあちょっと最多勝を見て、最多勝見てみよう、最多勝、はい、最多勝はじゃあセ・リーグから、はい、あのバンチ、うん、中日ね、はい、で藤井で2002年が上原さんとホッジス、うん、で井川で川上憲伸さんで黒田さんと下柳さん、はい、で川上憲伸さんグライシンガー吉見立山で10年が前剣で吉見内海、うん、
で、内海、小川、メッセンジャー山井、で前剣、野村、で菅野、大瀬良菅野、で山口、菅野、はい、でパ・リーグが、松坂でパウエル、JP、うん、で斉藤和美、岩熊、で杉内、斉藤和美、涌井、岩熊、涌井、うん、で和田、金子、千尋、うん、でマー君、摂津、マー君、金子、千尋、大谷、和田、菊池、田和田、有原、で千賀、石川、修太、涌井が、うん、っていうところだけども、はい、最多勝は、はい、セ・リーグは高卒4人、うん、逆に大卒12人、で社会人6、うん、パ・リーグは高卒14、大卒6、社会人4。圧倒的パ・リーグは高卒ですね。でも松坂と和美ともう同じ人が多い。そう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 、うん、確かに。あとやっぱりこの最多勝はもう一つの理由あって、はい、まあ、強いチームにいないと取れないからね。あ、そうです。取りにくい、うん、なかなかやっぱり強いっていうかね、チームが勝たないといけないっていうところもあるんで、うん、あのだから山本とかがね、はい、今年取れるかもわかんないけどまだ名前が来てないのは、はい、あ、そっか、入っててもいいぐらいですもんね、うん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 、だそういったところで、でもパ・リーグはやっぱ高卒よ。そうですね。だってあの2010年の和田と金子千尋が取るまで、はい、ずっと高卒だから。そうですよ。しかもほとんど人もね、だって松坂投手、斉藤和美さん、涌井投手、お、岩熊、すごいの見つけた。何ですか？ダルビッシュ取ってない。本当だ、取ってない。取ってそうなのに、2006年とか7年強かったけど、はい、斉藤和美と涌井に、うん、あれ防御率、最優秀防御率取ったの何年ですか？最優秀防御率取ったのは2009年、2010年、はい、で2007年も成瀬と争ってたのね、はい、だから2009年、2010年は涌井、和田、金子、千尋、はい、あ、じゃあ、まあ、チーム状況にもよる。そうそう、勝ち負けはね、やっぱチーム状況にもよるから、うん、でもダルビッシュ最多勝取ってないんだね、はい、新たな発見ですね、うん、まあ、でもそれにしても、いや、強いチームがっていうのがあっても、やっぱ高卒で2000年から2009年、しかも松坂なんて99年1年目で最多勝取ってるから。あ、そうかそうか、うん、新人で取ってるからね。そっからずっとパ・リーグはもう高卒しかいないですよ、取ってる人、ね、はい、2010年でやっと大卒の和田さんがいて、うん、でも斉藤和美も2003年8年目だからね。あれ、もっと若い時じゃ取ってないんですかね。取ってないと思う、多分。うーん、岩隈5年目、杉内4年目、はい、で11年の涌井3年目で取ったんだ。はい、岩川9年、枠5でしょ。で、和田8年目だからね、はい、金内黒6年目で。そうですね、うん、杉内投手だけ社会人なのか。そうだね、うん、マー君もやっと5年目で最多勝を取ってるもんね。はい、で、摂津、うん、で、マー君、まあ、でも5年目って言ったら、まあ、大卒1年目ぐらいの年ってことですね。うん、うん、だからやっぱパ・リーグは高卒でも、セ・リーグは最多勝一気に12人だよ、大卒。なんでこんな違うんですかね。うん、藤井、上原さんね、はい、ケンシンさん、黒田さん、はい、吉見、うん、あ、じゃあ立山か、はい、吉見は社会人、小川、うん、で野村、菅野、大瀬良、菅野。これあれじゃないですか、ドラフト1位が大卒なのか高卒なのかみたいのを、うん、これ球団ごと見てったら偏りあるかもしれないですね、うんうん、じゃあ結構セリーグが大卒社会人いってんのかな、うん、っていうことじゃないですか。で、ね、パ・リーグは高卒、高卒、はい、言ってるのかも分かんない、ね、っていうのがもしかしたらここにも反映される可能性もありますね、うん、だから、あの去年のドラフトのやつを見て、うん、はい、これ両方見たら面白いかも分かんない、ね、そうですね、うんうん、でも社会人も6人になるからね、一気にセ・リーグは、はい、吉見、宇都宮、ね、山井、そうですね、うん、っていうところで下柳さんも入ってくるから、うん、はい、最多勝になってくると大卒が上がってくるね。セ・リーグは多いですね、うん、じゃあちょっと西武見てよ、西武、西武、はい、うん、西武は、はい、セ・リーグから、うん、ギャラード高津さん、ギャラード高津さん、五十嵐、岩瀬さん、藤川、クルーン、岩瀬さん、岩瀬さん、藤川、バーネット、岩瀬さん、うん、で西村、うん、沢村、ドリス、山崎、スワレス、うん、だもう一緒の人よね、ほとんど一緒ですね。西武でパ・リーグはペトラザ、うん、豊田さん、三瀬さん、横山、小林正さん、マイケル、マハラ、加藤、武田久志、シコースキー、武田久志、松田、平野、沢手、森、松井、増田。でも西武は、はい、あのセリーグは高卒4人、うん、大卒5人、社会人5回、でパリーグは高卒2回で社会人7回、大卒6回だから、へ、まあ、あと大体一緒の人とんだよね、はい、もう名前が一緒だからね。でも高卒いないね、西武は。
え、高卒のピッチャーって守護神に向かないのかな。いやでも高卒でこういいなと思った人ってやっぱ球団が先発にこう、うん、させたかった。松井裕樹もね先発したかったけどうまくアジャストできなくて抑えになってるから。で藤川球児は中継ぎだって、はい、JFK で、はい、で久保田が後ろやってたんだけども、うん、だからそう考えたら、うん、抑えはじゃあ高卒じゃないんだよ。そうですね、うん、高卒で入ったら抑えになることはほぼほぼちょっと少ないですね可能性は、うん、だから抑えは、はい、社会人の方多くないですか。多いね、うん、社会人7の5だもんね、うん、まあ、社会人って言っても岩瀬さんがほとんどだからね。あ、まあそうか、うん、社会人はもう岩瀬さんそういうことですね、うん、同じ人が取ってること多いですからね、うん、これは武田久志は日本通運だからね、うん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 、やっぱ後ろに座って長く続くのはやっぱ大だからリリーフ行きたかったら高卒か社会人だね、うん、だって最優秀中継ぎもパリーグは社会人14人だもん。へー。でセリーグは、うん、あの高校7人だけどこれ藤川球児が入ってるんだよね。はい、分かった、はい、先発は高校、うん、はい、リリーフ以降が大卒社会人もいて、はい、そうですね、うん、確かに社会人とか大卒の方ってこう、まあ、ドラフト1位とかで入った方って先発に行くようなイメージありますけど、下位とかで入った方って中継ぎに行く率高くないですか、うん、そうだね、イメージですよ。だってロッテの時も、はい、あの YFK いたけど、はい、藤田さん、薮田さん、雅也も全員社会人出身だもんね。へー。性能運輸、はい、あとに新日鉄広畑かな、うん、で東京ガスだから、はい、そうですね、うん、あ、なんか面白いですね。ちょっと偏りがありますね。そうだね、うん、じゃあ高卒は大きく先発で、うん、はい、大卒社会人はリリーフ以降が活躍、はい、で、まあ、ドラフトの兼ね合いで、うん、高卒がパリーグに入ってるから主要タイトル防御率最多勝とか高卒多いね。多いですね、うん、セリーグは比較的増田の投手が大幅占めてるところもありますけど、うん、大卒も比較的そうだね、セリーグはいますね。であとは大卒即戦力取りがちなのかな、セリーグの方が。あ、そうかもしれないですね、うん、あとはね、平均的に言うと、うん、タイトル取るまで5年ぐらいかかる。だいたいそうですね。だいたい平均ね、5年、うん、はい、5年が多分ね、平均タイトル取るのに。だからあの小川の1年目のタイトル、はい、大卒1年、うん、あとは松坂も取ってないけど99年タイトル取ってるから、うん、だから99年より前ぐらいはあるかもわかんないけど、2000年以降は基本的にどんなにすごいってなってても平均5だね、うん、そうですね、平均後ぐらいで、うん、まあ、松坂投手が高卒ですぐ取ってるのと、うん、大谷が3年目でね、はい、うん、取ってたり、あと杉内が4年目とか、うん、だからまあ5年だね、はい、だからその新人選手を見るときに5年目を見ると分かりやすいね、うん、多分5年目ぐらいでタイトル取っていくとすっごいことになるかもかね、うんうん、怪物的な感じに、うんうん、でそう考えると今のね高卒とかも5年目がタイトル取れるか勝負だね、はい、そうですね、うん、いやこうやって見てるとドラフトも影響してそうだなっていうのはありますか。かなり影響してると思う、そのね戦略的に、はい、ちょっとそこ見てみても面白いですね、うんうん、で広島とかね高校生マイケンとか取ってるけど、でも野村のね、うん、もう取ってるから、はい、大卒でね、はい、そうですね、うん、でもやっぱ高卒は前、社会人、はい、大卒は後ろに来やすいね。その傾向はありますね、うん、あとね、はい、高校卒はパリーグ、うん、で大卒社会人はセリーグで活躍しやすい傾向と、あとドラフトの兼ね合いで、はい、はい、パリーグは高校行ってんだなっていうね、そういう傾向にありますね、うん、で考えたら、はい、松井裕樹は高卒で頑張ってるね。本当ですね、抑えないからね、うん、まあでも先発ってもともとはね、うん、そうだね、感じでしたからね。だからまあね、うん、先発したかったら高卒で入った方がいいですよっていう。でもそれはもしかしたらパリーグの方が、まあ、パリーグは取ってるからね、うん、取れてるっていうくじ引きでね、そうですね、うん、っていうのもあるけども、はい、まあ、うん、あとは社会人大卒に行くと、うん、リリーフでも大幅に活躍するところが広がっていくっていう、うん、そうですね、うん、もしこの動画を見て、どうしよう大学行こうかな、それとももし声かかったらそのもうプロ行っちゃおうかなと思ってる人は、うん、参考になるか分かんないですけど、ちょっとこういう傾向にあるよっていうのはね、うん、そうだね、見ていただければいいですね。だからやっぱ高卒は中継ぎ専門とかそんなにいないじゃん、はい、でも大学社会人行くと中継ぎ専門のピッチャーもいるから、うん、だから高卒で夢破れそうになっても、はい、その自分のポテンシャル考えたらリリーフでもうまくいくってなると、大学高校大学社会人行った方が、うん、その自分のポテンシャルにはまる可能性あるから、そうですね、だから諦めないでほしいね、はい、ピッチャーでもね、うん、先発でダメでもいけるパターンは、うん、大卒社会人に行けば、うん、リリーフとして生き残る可能性あるんで、はい、だそういったところも高校で2番手3番手だっても、うん、諦めなければ、うん、リリーフとしてプロ行けるかも分かんないんで、うん、そうですね、まあ、高校はねほぼ先発だから、はい、そういった見方もねできるところあるんで、うんうん、まあ、今の高校生とかでもあの高校時代に先発でエースじゃなくても、うん、
矢部田さんとかね、はい、あと高須さんとかもそうだし、うん、あの生き残る道あるんで、はい、大学社会人とね、うん、続けていけば可能性あるデータが出てるんでね。確かにそうですね、社会人からでもこんだけタイトル取れるし、もう取れるって、うん、リリーフとか結構社会人大卒多いから、はい、だから高校今ね見てる高校生でね、うん、今もう負けちゃったかな予選で負けちゃってもね、はい、大学社会人に行けばリリーフとして大成する可能性あるんで、はい、諦めないでね。そうですね、うん、だって上原さんだって高校生の時ってどんどん取れなかったんですよね。そうで大学行って、はい、まあ、上原さんね先発として大成功してますけども、はい、うん、そういった面でも可能性十分あるんで、うん、はい、諦めなければいけるっていうのがデータ出てるんでね、はい、皆さんもね、うん、まだまだこっからなんで諦めないで頑張ってください。あと野球ファンはね、まあ、こういう面白いデータを見ながらちょっと昔をね、はい、うん、懐かしんでもらえればいいと思いますね。はい、はい、